N&J タイムをご視聴いただきありがとうございます。今日は先日動画に上げましたハイエースのドアチェッカーの交換ですが、一部、不具合がありましたので、その、ご報告をしたいと思います。現象としてはドアを開けるときにどこかに接触しているような音が鳴るようになってきました。実際これドアチェックを交換してから、2週間から3週間ぐらい経ちましたけど、この間は特に音はしてなかったんですけど、昨日ですね急に音が鳴り始めたので、今日はそれを確認したいと思います。はい、それでは実際音を聞いてみたいと思います。音が鳴る場所はドアのこの辺、ドアチェッカーの部分になります。で、開けて少し開くとカチンという音がします。こういったカチという音がします。実際ドアチェッカーは、運転席と助手席両方変えたんですけども、今回は助手席側のみ、音がしています。で、ちなみに言うと、私の会社の先輩も同じようにドアチェッカーを交換したんですけど、先輩の方は運転席側だけ鳴っているような、状態ですね。で、鳴り始めたのも私は 2,3 週間経ってからですけども、その方は 2,3 日してからすぐ鳴り始めたという状況になっています。それでは実際この内張りをもう一回外して、どこが当たっているのかというところを、調べていきたいと思います。はい、原因ですけども、おそらくですが、ここですね、ドアチェッカーの、端の部分にアームが当たっていますね。これで擦れる音が鳴っていると思われます。このドアチェッカーの止めているネジ穴が多少余裕があるので、そこを少しずらして対策できないかやってみたいと思います。ドアチェックの寄せ組みをしてみました。やった内容としては、ここの部分をこのネジ2本を緩めて本体を右側に寄せています。ここのネジも一回緩めて、このアームの部分を右寄せにして、固定してみました。寄せるときはこのドアを軽く閉めてあげるとアームの部分が寄るので、その状態で閉める感じですね。それでやってみました。実際やってみると音はしなくなりました。で、今まで少し開けた時にここの部分が擦れる音もしてたんですけど、それもなくなりましたね、一応。ただですね、音はしなくなったんですけど、実際完全に閉めた状態で、見てみると厳密には、当たっているような感じですけど、ドアを開けると音はしなくなりました。しばらくこれで様子を見てみたいと思います。